まあ、あのブチラジで「うん、僕らのカリオストロの城」でしたっけあのタイトル <laughs> っていうコーナーあるじゃないですか、うん、僕の,僕,のか僕らの僕らの,か <laughs> あの僕らのですよね、うん、あのビル山崎君が目の前にいるから教えてくれたけど、うん、他のスタッフさんに聞いたら首かしげましたからね <laughs> 誰もタイトルすらもう覚えてないあ<の>、まあ、僕もまず覚えてないのがあるんですけど「<の>僕らの のみんなにおすすめのものを紹介してもらうコーナーなんですけどあ<ー>、まあ、タイトルの由来としてはか僕はカリオストの城ルパンのね、うん、が好きっていうとこから来てるんですけど、うん、前もぶちだしでもちらっと言ったかもしれないですけどあの1月ぐらいからカリオストの城が映画館でやってて、うん、MX4D みたいなやつでねあのやってたんで見に行きたいんですよねみたいな話してたんですけど。あの 行くく機会がてというかいろんなとこでやってて東方シネマズでそれこそやってたんでああシネマライブね大会のシネマライブでお世話になってますけどね新宿東方シネマズ新宿でもやってるってあったんですけど5時なんとこ5時なんところでそれ近いしええなこれはいけるわと思ったけど朝の8時50分からだったんで「はいやそのえ」って僕もなったんでその時ただほ当は早くないんですよ全然普通に考えたらね 普通の時間なんですけど我々の生活リズム的には一番身動き取れない時間というかそうですね一桁は早いそうそう一桁早いんで二桁になんないと体が動かないじゃないですかいや当然朝早くから仕事とかある時はありますけどその時はまあ起きるけどその時は腹くくってるじゃないですか早いですっていうのでそのまあ言ったら遊びとか娯楽のために。 8時50分に映画館に行くように行くには結構頑張んなきゃいけないわけじゃないですか、ええうん、でこれが逆にね深夜とかむしろ早朝早朝5時からだったら、うん、あのー、まあなんか飲んだりしてそのまま見れるとかもああ確かになありますけど8時50分って絶妙にいけないでしょ、うん、あのー、夜更かししてたとしても早起きして早起きしてたとしたら何かしら用事がある日だからその時間いけないし、うん、夜更かししてたら絶対寝るしその時間うん、うん 確かいや何度かあったよ8時50分だったら起きたままもう行けんじゃねえかなっていう昼夜逆転してるから我々の生活なんてあーあーあーそんなことはないよな8時50分あのそうなんで4時ぐらいまで起きてる時あるでしょ、うん、であこのままもう行こうかなって まあならないな厳密に言うと2時ぐらいに思うんだよ全然眠くなくてああう全然眠くないし今日正直昼過ぎまで寝たからああこのまま起きて8時50分の見に行こうかなってあ,あ,ある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 けど結局4時ぐらいになって眠くなってきて寝て、うん、もう8時50分なんか絶対起きられない <laughs> ただただもっと早めに寝るときは何とかなるのにああ次の日も休みなんでその日も休みなのにああ結局逃すっていう7時ぐらいまで起きとれるけどな でも、まあ、7時まではいけんでん<れ>でももう7時になったら眠くなって体が動かない,ない体が動かないんでその新宿まで足が起きていたとしても7時まで起きとってももう動けよなもう目しパしパしてくるそうそうそうもうそりゃそうなんだよで映画界って寝ちゃったら元も子もないしねいやそうだほんまそうなんて思ってたら、ねあのー、東大でまず新宿での上映も終わっちゃって うん、でこれさすがに本当んに僕カリオストのみ好きだし、うん、見たいしこんだけ言っといて見てないっていうのもなんだし、うん、と思って調べてたら東まず川崎で、うん、は3時半ぐらいからやってたんだよ昼の昼のあ<ー>もう最高じゃないですか一番ええんやでもう東嶋新宿とかで終わったんですけど川崎だけまだやってたんでこの間結局見に行ってきて川崎まで行ってあ行ったそうそうそうよかっためちゃくちゃよかったやっぱカリオストの城やっぱすげえ面白いわ あそう,うんいやその時間だったらいけるでしょ8時50分だったら誰かと約束とかしてればまだもしかしたらそれこそデートとかの、ね、約束あればまだ、まあ、それはそうで一人で行くとなるとそう簡単には正直3時からやってるわと思って川崎だったら、うん、で川崎調べたらまあ行きやすいし、うん、僕らの荻窪から言うとね、うん、行きやすいなあのし大船にいつもライブで行ってるから、うん、それより近いわけですから、うんうん、と思ったけど やっぱ何度もきちょっとなみたいなそうん、いやよう行ったな <laughs> だけどあの全然一人一人,人で行って休みだって予定もないからね、うんうん、結構まあ一人で来てましたおじさんとかがやっぱり。 やっぱり好きな人おるんだそうそうだってカリオストの人なんて何と思いますけど僕が生まれる前の作品ですからねでも今見ても古臭くないしこんな感情のないやつの感情が動くわけですからねいやいや感情あるよよっぽどの作品だとカリオストの人本当に面白いあの涙なんかないんですかいやあるよ涙あるよ別にないいやあるよか当たり前のように言うな涙ありますないいやマジなツッコミみたいにるいやマジな感じにするな涙ありますよ 涙あるし、うん、あの喜怒哀楽あるけど、うん、まあどんな人でも本当に楽しめるんで、まあ、もしかしたらもう終わっちゃったのかなもしんないんであれですけどういやよう言ったら一人で川崎は結構な労力だよなでもまあどんどんそういうのも行こうと思ってちゃんとうんちゃんと行かなきゃやっぱね何にも起きないしまだ成長する気なんかお前まだっていうか何にもなってねお前はもうどの段階で成長をやめたんだよ本当に小6んなんだよもうそっから伸びてくんだから普通の人は <laughs> 歩みを止めんな <laughs> いやまあま DVD あとかでもカレーオーソドあると思いますからね、えー、もしまだ見たことないっていう結構ね見たことないっていう人いるんですよね意外とああそう、うん、なんか要テレビでやっとるって言ったら <laughs> あれだけどいやいやテレビでも相当やってますからでも意外とちゃんと見たことないわっていう人多いんであそうぜひ、うん、あほんとに面白いんでな<あ>見てほしいですし動物にはまず川崎行ってきましたけど あの駅からすぐ近いし「うん、でタイタンライブ」もやってる会場ですから、うん、ぜひあの川崎でも「タイタンライブ」見てほしいなと思ってああそうですね、うん、ちょっとあのああなるほどな、うん、そこまで始めその3時にやるんだったらもしあれだったらカリオストロ見てシネマライブ見れるっていう日があるかもしれない、うんまあおそらくカリオストロはもう終わっちゃうんでああそうか前回の時はそれぐらいのことあったんじゃない かもまあしんないですね確かにね 2>,、うん、2個続けてというか違うそ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 うじゃカうオストロはその時あのうそ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 うあうそ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 ういうそ僕が言うそ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 うですそう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 そそう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  動く,動くあの田中さんが太田さんにバーンって突っ込んだらちょっとこう <laughs> な,るなるとかどうかなああ<ー>が飛ぶような時は水が沈んでくるみたいなうなさんのメガホンでたたかれみたい<ー>なる別にまあいいんでブーマーさんじゃなくても誰でもいいですけど<う>まあいやいやあのカレオストの人は車のアクションとかに合わせてこうあんな動くんだっていうぐらい動くのあそうあのそれに関してはびっくりしたあのあれだろう山登っていくとこだろうとかいやもう常に あの、まあ僕のイメージだとちょっとこう動くぐらいかと思うじゃないですか、うん、多分あんまりまだね皆さん行かれたことない人は分かんなかったいもんですけどあーーあの違った信じられないぐらい動くもうアトラクション,ションマジでアトラクションぐらい動くすげーな結構上なんて言うんですか角度も変わるし水も出てきたりとかあと一番意味分かんない足をこちょこちょ足をこちょこちょっていうのがあるんですよへえー それはあのー、本当に意味が分かんない足をこちょこちょだけは <laughs> それどの場面でいやだからどどなんか急にそんな場面ないじゃないですか<う>足をこちょこちょば、まあなんか分かんないですミスター・ビーンだったあるか分かんないですけどないでしょまずほとんどの映画でで急にしかも本当になんか紙みたいなのが出てきて足元に急にこちょこちょこちょでひゃーって結構なるんだよ<う>でひゃーって結構さ友達で来たら喋っちゃう,うそしたら<う>でちょっとうるせえなって思っちゃうっていうか,そのかああでも賛否あるな あのまあまあでもせっかくですしもしね<ー>いろんなアクション映画とかだったら楽しいと思うんでねああ一回行ってみたいななんかいいこれやってるってなのあれば行ったほうがいいですよあと東方シネマズ川崎本当に駅からも近いんでぜひタイタンライブね」ね、えー、皆さんまあ川崎の付近じゃなくてもアクセスはいいと思うんで、うん、でまあ栄えてますしそれ新宿にもあるわなそらもちろん新宿でもやってましたからねだから結構東方シネマズさんいろんなところにあると思うんで。 ただカリオストラやっぱ見れたんでよかったですよただ本当はあは早起きちゃんとできるようにねまあねあの芸人のクソさも痛感しつつ <laughs> だって遊びに行くだけなのになんでそんな奮い立たせて行ってのか分かんないですからね正直なんでまあ皆さんもあのまだ見てないという方ねもし間に合わなかったら DVD とかでもいいんでカリオストラ見るからちゃんと見ていあとは MX4D も経験してみてくださいねうん,うん平日毎日愚痴を更新しておりますウエストランド井口の愚痴らし